ポンディシェリの交通図ポンディシェリは、インド、東海岸、タミルナール州隣接地域に位置する、ポンディシェリ連邦直轄地域の主婦。元フランスの植民地。17世紀から18世紀にかけて、フランス領インドの主婦であり、その後も非軍事的な植民地として、英領インドの中で、フランス領として存続した。連邦直轄州の境界線は、 かつての国境線そのものであるが、フランスが半世紀以上かけて存落単位で植民地を広げていったため、いくつもの飛び地が入り組んだ状態になっている。現在でも、タミル語、英語とともにフランス語が話されており、また、フランス局東学院研究センターなどフランスの研究機関が設置されている。なお、 域内にはインドにおける古代ローマ人の居留地で、ローマ金貨などが出土するポドケー遺跡がある。現在は、タミル語のパーンディチェイリが正式名称とされる。パーンディチェイリとは、もともとタミル語で、新しい街という意味である。略して、パーンディと呼ばれることが多く、バスの行き先表示もしばしばパーンディとなっており、バススタンドでは、パーンディ、パーンディ、 という車掌の呼びかけが聞かれる。元はプトゥッチェーリという名であり、これがフランス語に音社されてプーディシェリーとなった。現在、フランス語ではポンディシェリーと呼ばれるが、これはプーディッチェリーの優が N に誤社された名称である。インドではフランス語話者の多い、この州以外の地域ではほとんど通じない呼称である。英語ではポンディシェリーあるいはポンディチェリーと呼ばれ、日本の地図などでは この表記が多い。現在、都市名を元来のタミル語の名称であるプドッチェイリに変更することが衆議会において審議されている。ありがとうございます。